カティンの森は2007年製作、公開のポーランドの映画である。第二次大戦下に実際に起きたカティンの森事件を題材とした映画である。R15 指定。自らの父親もまた同事件の犠牲者である映画監督アンジェイ・ワイダが80歳の時に取り組んだ作品である。原作は脚本家であり、ルポルター受小説家でもあるアンジェイ・ムラルチクが執筆した。 シゴカテ課ンである。構想に50年、制作に17年かかっている。撮影は、戦場のピアニスト等でも知られる、ポーランド出身の撮影監督、パベウェデルマン。音楽は、ポーランド学派の作曲家クシュトフ・ペンデレツキが手掛けた。ポーランドでは、2007年9月17日に、首都ワルシャワで、プレミア上映され、同年同月21日に、劇場公開された。 翌2008年、第58回ベルリン国際映画祭で、コンペティションが上映された。バイダは、2010年4月7日、ロシアのウラジーミル・プーチン首相、ポーランドのドナルド・トスク首相が出席した、カティンの森事件犠牲者追悼式典に参列した。同月10日に開催予定であったが、ポーランド空軍つマイナス154墜落事故のため、中止となった。 カティンの森事件追悼式典のための大統領記には登場してはいなかった。日本では2009年10月20日に東京国際映画祭で上映された後にアルバトロスが配給して同年12月5日に公開された。翌2010年5月7日には同社が発売元となり DVD がリリースされた。1939年4月ドイツは ドイツ・ポーランド不可侵条約を廃棄し、同年8月にドイツとソ連の間で独ソ不可侵条約が締結された。同年9月1日にドイツがポーランドに侵攻することで第二次大戦が始まり、9月17日にソ連も同様にソ連ポーランド不可侵条約を廃棄してポーランドの東部に侵攻した。独ソ不可侵条約には秘密議定書があり、両国はそれに従って、 ポーランドへの侵攻と分割占領を行ったのである。ドイツ軍に追われた人々とソ連軍に追われた人々はポーランド東部の部ク側で鉢合わせになった。その中にクラックフから夫のアンジェイ隊員を探しに来たアンナとその娘にかがいた。そこで逆にクラックフへ向かう大正夫人ルジャに出会う。アンナはルジャプ人にクラックフに戻るように勧められるが聞き入れなかった。 その後、アンナとニカは、駅で、ソ連へ連行される、直前のアンジェイ、彼の友人、イェジラ・ポーランド軍将校たちに出会うことができた。アンナはアンジェイに逃亡を進めるが、アンジェイは軍への忠誠のため拒否し、家族と別れた。そして捕虜として教会に収容されたアンジェイはこれから、起こることを日記に記そうと心に決める。1943年4月、独ソ不可侵条約を破って、 ソ連領に侵攻したドイツ軍が、元ソ連領のカティンの森の近くで1万数千人のポーランド将校の死体を発見した。ドイツはこれを1940年のソ連軍の犯行であることを大々的に報じた。その後ドイツが敗北し、大戦が終結した1945年以後、ポーランドはソ連の衛星国として復興の道を歩み始めた。そして、 ソ連はカティンの森事件をドイツ軍の仕業であると反論し事件の真相に触れることはタブーとなった。苦難を乗り越え大戦から生き残った軍人や国民、カティンで親族を失った遺族らには厳しい現実が待ち受けていたのである。やがてアンナのもとにアンジェー大尉の手帳が手渡された。手帳には殺害の数日前までの出来事が国名に記されていた。 アンナは、アンジェイ隊員の身に起こったことを改めて認識するのである。集英社文庫、2009年10月 ISBN40 億8760万5906。ありがとうございます。